今日はですね、またスポーツで使える足のトレーニングをですね、紹介していきたいと思います。その前にチャンネル登録お願いします。しないと怒ります。はい、ということで、トレーニングを紹介していくんですけども、動作がこうですね。こうちょっと狭い。で、よくある動きで真後ろにこう動かすトレーニングがあると思うんですけども、スポーツとか、まあ、日常ってよくジムにあるマシーンみたいにただ一方方向に動かすような動作ってまずないですよね。なんで言ってしまうとスポーツには正直使えない動きになるんで、なんでそういうただ一方方向に動かすようなトレーニングだけではなくて、ねじれのある動きですね。ねじれのある、これを行うことでよりスポーツでも突発的な動きとかより臨機応変な対応ができる筋肉になります。でこれがですね、まあ、10回とか20回でこれを 4,5 セットやるようにするといいです。ということで今回のトレーニングはこんな感じですね。よかったらまたグッドボタンお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。